男気とは減りも捨ても声が変わらないものなり。どういうこと？どういうこと？先生、せっかくだからヘリウムを吸って男気あふれる言葉でメンチ切ってみようというね、コーナーで。なるほどね。うん、じゃあまず木村、男気を見せてみ。いや、言うてもね、うん、僕ら声優ですよ。あ、そうですね。こんなおもちゃ使ったって声が変わるわけがない。こんな、おう、さすが、こんなものにね、左右されるようじゃねえ、声優なんてやってらんないよ、こんなの。さすが男気です。まあ、初めてなんですけど、やってみます、じゃあ。まず、息を吐いてから、鼻をつまんで思いっきり吸う。これね、男気ある吸い方しないとね、ダメらしいよ。わかった。うん。オッケー。全部え、待って待って。今このね、このガスって今、貴重品なんだよ、これ。知ってる？両平くん。ヘリウムって結構貴重らしい。両平くん飛んでちゃうかもしれないよ。はい、じゃあ行ってみましょうか。じゃあ、やってみるね。はい、はい、はい。さあこれね、いやでもね、どうなんだろうね、うちの良平はやってくれますよ。そうだね、良平くんはやるよ、ね、こんなものにね左右されるような良平じゃないよ。やったことある、ヘリウム？ある。じゃあほら、一言一言準備できたみたい。てめえらよ、そんな面してこれでんな、ガンミナルベよってよ、ああ本当によ、俺は誰だと思って、お前あれだぞ、お前俺昔な、あの四丁目のよ、藤原のとこのあいつをぶっ飛ばしようだんな、俺よ。良平くん、あ、良平くん、カットカット。あ、もういい、オッケーオッケー、もういい。だんだんね、戻ってきた。ほんと？あ、ほんとは戻った。早いね、戻んの。これ面白いね。面白い。ちょっと良平くんじゃないみたいな感じ。なんかちっちゃいおじさんがここら辺こう、ちょっと、なんか、歩いてる感じだったもん。小物感が半端なかったね。可愛かった、ちょっと。ね。やってやって、男気。木村まだまだでおる、じゃあ、世のが。俺？男気見せてみ。はーい。じゃあ、繋いどいてね。まあでも、ね、もしかしたら、あの人変わるの？元から高いからもしかしたら変わらないかもしれないよね。あれ以上高い音ってあるの？確かに確かに、それ気になる、うん。もっと高くなるのか、それとも低くなるのかな。あの視力で声まで高くなったら本当に女子だよ。お、じゃあ行ってみましょう。お前ら、おい、肩当たったんだぞ。何やってんだよ、痛いだろこの野郎、おめぇ、おめぇやったんだよこの野郎、さぁ、許さねえぞこの野郎。戻った戻った早い、戻んの早い、戻んの早いな。あんまりわかんないね、俺、あんま変わんないのかな。なんかその声出そう、俺ね、出る、出そうだよね。出そうだねえ、ちょっと、ガスなしでそれやってみててめぇこの野郎、お前何やってんだよ。できちゃうね。同じでした。できちゃうね。うん、全く同じ。同じでした。変わらないね、俺ね。うん、じゃあ、ほら、まだまだである。本物を見せてもらいましょうかね。そうです、塾長。塾長が男気というものを見せてやろう。頼ます。はい、これどうなるんだろうね。いや、これはね、まあまあ言うても、一番声帯長いし。そうだね。声もね、低い音が出ちゃう人ですから。ね、そうそうそう、出ちゃうからね。これぐらい吸ったぐらいでね。ちょろいと思いますよ。うん、いけますよ。うん、ね、お、塾長、できた？じゃあ行ってみましょうか。お前ら。あれ、これは、あれ。はは。追加入りました、おかわり入りました。塾長、塾長大丈夫？大丈夫だよ。なんだおい、なんかね、おい、バカにしてんだろ、バカにしてんだろ俺のことよ。今目線隠れてます、完全にこう。おい、最初出来心だったんだよ。なんかね、なんかね、江口さん、江口さん、でも俺は絶対仲間のことは言わねえぞ。俺はな、どんなことをされてもな、あれ、これ治らないんじゃねえの？もしかしてこれ吸いすぎて、あ、治った。男気のメールじゃあ行きましょうかね、このまま。はい。すげえ、すげえ、なんだろう、相川翔さんみたいな声。似てた、似てた。ね。